心から感謝申し上げます。そして地元の六本木商店街振興組合の皆さんも実行委員会に加わっていただきまして、企画に携わっていただきました。そしてまた各都会自会をはじめ地域こぞって応援をしていただいております。アートとそしてデザインの街、六本木として今多くの方に発信を続けているところでございますけれども、その六本木を舞台に非日常空間が皆さんがおなじみの街に出現します。どのような姿を見せてくれるのか私も大変楽しみにしております。先ほど東京オリンピックの東京都知事から東京オリンピックパラリンピックに向けての文化プログラムの話がありました。日本の文化を発信する、その魅力を発信していくという文化プログラム、皆さんといたしましても、このロッコフィアートナイトをはじめ様々な取り組みを進めまして、多様性をお互いに認め合う、そうしたレガシーとなるように力を尽くしてまいりたいというふうに思います。そして皆様にはこれに用を通してのこのアートナイト十分楽しんでいただきまして、そして、これからもこの沖の町で文化芸術の町でございます。多くの楽しみを皆さんで味わっていただきたいと思います。次になりますが、皆さんのご協力をいただきまして、六本木アートナイトのまた素晴らしいイベントとなり、皆さんの心に残る一夜となりますことを記念いたしまして、ご挨拶とさせていただきます。本日は誠にありがとうございました。続きまして、ご来場いただきましたご来賓の皆様を代表して、六本木アートナイト2018に助成をいただいております。文化庁より次長中岡司様にご挨拶をいただきます。結びになりますけれども、この文化振興のある意味、
多分宣伝をさせていただくような素晴らしい、このイベントに携わっておられた方々、主催者の方々、ご協力に感謝申し上げまして、本日もご挨拶させていただきます。本日は誠におめでとうございます。中岡様、ありがとうございました。それでは本日お集まりのアーティストの皆様をステージにお招きしましょう。皆様、盛大な拍手でお迎えください。さて、今年の六本木アートナイト2018は影武士決定、加藤健吾、藤野宗隆のパーティーをメインプログラムアーティストとして起用。六本木ヒルズ、国立新美術館、東京ミッドタウンの3つの拠点でそれぞれ大型インスタレーションやパフォーマンスを展開します。3つの拠点では今年のテーマである街はアートの夢を見るにちなんで、この世の中の人たちに夢の星が入った大きなそれぞれに飾られ、その夢のシールを貼った人々が足を行います。Thank you.